はい、皆さんこんにちは。吉田成正です。はい、ですね、だんだん暖かくなってきました。日中は暑いぐらいな時がございます。そんな、今の季節にぴったりと思います。こちら、今日は太陽のマテ茶ですね。これはですね、YouTube ご覧になってる方、皆さん、ご存知だと思うんですけど、YouTube の、上の、画面の上の方にですね、ずっと宣伝出てましたよね。なので僕もちょっとずっと気にはなっていたんですけれども、ちょっと、コンビニかな？どっかでちょっと発見したんで、コンビニかな？買ってみました。今日こちら行きます。コカ・コーラですね。色が、なんだろう、これ。赤っぽいですね。お、な、あ。なんだ、何？まあ、に、苦い。なんだろう、これ。なんだろう、これ。なんだろう、なんか、麦茶と、なんだろう。麦茶と途中茶とウーロン茶とかなんか混ぜた感じですかね。なんだろう、これ。なんか今言ったような、複雑な味ですね。まあ、ちょっと慣れてないからかもしれないですけどね。これね、南米ですね。南米で肉料理が中心らしいんですね、南米が。そこで好まれるお茶らしいです。それを日本人の味、テイストに合わせたそうなんですが、それでもちょっとね、やっぱり慣れてない味ですね。まあでもですね、肉料理に、のね、南米で、よく好まれるということは、まあ、ダイエットにもいいのかもしれません。はい。ということで、本日ご紹介したのはこちら、コカ・コーラさんからの太陽のマテ茶でした。はい、今日も見ていただいてありがとうございました。のりまさ TV ではですね、あなたのですね、チャンネル登録をぜひお待ちしております。